パドレ・テンブレケ水道橋は、メキシコのメヒコ州とイダルゴ州に残る16世紀の水道橋で、フランシスコ海士のフランシスコでテンブレケの指導で17年を費やして建造された。アドベも駆使した、この水道橋は最も高いところでは38メートルにもなり、ヨーロッパの水利技術の蓄積とアメリカ大陸先住民の文化との優れた融合として、2015年の 第39回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産リストに登録された。パドレは神父の意味であり、テンブレケ神父の水道橋とも表記される。パドレテンブレケ水道橋は1555年から1572年にかけて建設された。その建設には地元住民も協力し、建材にはアドベも用いられた。 テペアワルコの水道橋その総延長は 48.22km で内訳は以下の通りである。シーウィンゴ遺跡この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2001年11月20日のことであり、正式推薦は2013年10月2日のことだった。ただし、この時点ではパドレ・テンブレケの水道橋、 アメリカ大陸のルネサンス様式水利施設群として、パドレ・テンブレケ水道橋以外に、さらに2件の構成資産を組み合わせたものとなっていた。まずは、テッペ・アプルコの町、修道院、水道橋及び貯水槽で、テンブレケ水道橋に先行する水道橋を含む構成資産だった。次が、シーウィンゴの高校遺跡で、さきコロンブスキの複数の文化機の高校遺跡を含んでいるが、 排水機構は備えていない。それに対し、世界文化遺産の諮問機関である、国際記念物遺跡会議は、顕著な普遍的価値を見出しがたいテペアプルコとシーウィン号を取り下げることを推薦国に提案し、これに同意した、推薦国側は2015年2月に正式に取り下げた。それを踏まえてアイコモスは、ポンデュガール、ポントカサステ水路橋と、運が セゴビア旧市街と水道橋、国境防衛都市、エルバスとその要塞軍などの既存の水道橋の世界遺産などと比べても顕著な普遍的価値を見出せるとしてパドレ・テンブレケ水道橋のみに対し登録を勧告した。ただし、登録名はより簡略化するのが望ましいことも併記した。第39回世界遺産委員会では、 委員国から韓国への修正意見が出されることなく、賛成多数によって成立した。アイコモスの韓国も踏まえた、正式登録名は、英語、アキダクト・オブ・パードレ・ティンブレケイ・ハイドロリック・システム、フランス語、システム・イーラリーック・デール、アキドック・デ・パードレ・ティンブレケイである。その日本語名は、英名、仏名でそのままスペイン語表記が使われているパドレを翻訳するかどうかなどで、 以下のような揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。世界遺産登録にあたっては、古代ローマ以来のヨーロッパの土木技術が、メソアメリカの文化的伝統と融合した点や、デッペアワルコ周辺の水道橋の秀逸さなどが評価された。ありがとうございます。